大見高等学校は、滋賀県彦根市松原町大国前にある、私立高等学校。スクールカラーは、琵琶湖の青。2008年11月に創立70周年を迎えた。私学としての独自性を持ち、生徒の進度希望、能力、適性に応じ、豊かな個性と、明瞭活発で、誠実、勤勉な人物を育て、 持って将来社会の発展に貢献できる人材を育成する。夏川義久寺本校の前身の一つである、大見実習工業学校創立者の夏川義久次は昭和期に活躍した実業家。強度の繁栄のため琵琶湖の水を利用した事業として、八幡製紙から購入したくずま湯やくず糸を用いて、検視宝石を行う。 大見絹田の創業者、夏川熊次郎の次男として、彦根市に生まれ、彦根中学校を中退して、1918年に父の会社に入り、1930年に休成した父親に代わって社長に就任し、大手盲跡会社に成長させた。1938年に大見実習工業学校を設立。1959年没する。もう一つの前身。 大ー高等女学校の設立者は、財団法人大ー育英社、普通科商業科現役選手引退選手、指導者、関係者、ありがとうございます。